企業ロゴダブリンの本社アラガンは、美容医療、乳腺外科、眼科などに関する医薬品及び医療機器の研究開発、販売を行うヘルスケア企業。現在はアッピの子会社。アイルランドダブリンに本社を置き、オペレーション本部をアメリカ合衆国、ニュージャージー州、マディソンに置く。日本法人はアラガンジャパン株式会社。組織としてのアラガンのルーツは、 アレンチャオがイリノイ州リバーティビルに設立したワトソンファーマシューティカルズにある。同社は間もなくカリフォルニア州コロナに移転、ジェネリック医薬品の製造を中心に行い、1993年に株式を公開、2011年に本社をニュージャージー州に移転した。ワトソンファーマシューティカルズは2012年スイスに本拠を置くジェネリック医薬品大手のアクタビス。 グループを買収し、買収された側の社名を引き継ぐ形で、アクタビスに社名を変更した。2013年10月、アイルランドに本拠を置くワーナー・チルコットの買収を、契機にアクタベス PLC として、本社をアイルランドに移転した。他方、アラガン・ファーマスーティカルズ・インクは1950年に設立され、1980年にスミス・クライン・ベックマンに買収された後、 1989年にアラガンとしてスピンオフカリフォルニア州に本拠を置き2003年に美容医療用のボトックスビスタが大きな成功を収めていたが2014年11月アクタビスによる買収が発表され2015年2月買収された側の社名を引き継ぐ形でアラガンに社名を変更した同年7月ジェネリック医薬品部門を テバハーマシューティカルインダストリーズに売却、続いて同年11月、ファイザーによるアラガン買収が発表されたが、2016年4月に撤回された。この後再び企業買収を続けているが、2018年4月に武田薬品工業が買収を予定していた、シャイアーの買収計画が報じられた際は否定した。2019年6月、アップによる アラガン買収が発表され、2020年5月に同社の参加となった。現在、アラガンの売上中、約4割が、ボトックスビスタやヒアルロン酸注入剤等の美容医療関連、約3割がアイケア関連、約4分の1が神経科及び泌尿器科関連となっており、また売上の4分の3を、米国市場が占めている。日本法人、 アラガンジャパン株式会社は2010年に設立2015年のアクタビスによるアラガン買収を受け、両社の日本法人も統合されたが、社長はアラガンジャパン側が受け継ぐ形となった。なおアクタビスがアスカ製薬と2009年に設立した合弁企業アスカ・アクタベス製薬はアラガンとの統合を受けた合弁解消後、アスカ製薬が2017年に吸収合併した。 アラガンジャパンの取り扱いは、現在、乳がん患者のための乳房再建、美容医療、アイケアの領域に特化しており、ボトックスビスタやジュビラームビスタ等ヒアルロン酸注入剤の輸入販売を行っている。東京にオフィスを持つ。2019年7月、アラガンの一部の人工乳房製品について、副作用の発症を受け、 現世界でのリコールが出されたため、日本では代替品がなく3000人以上の患者が乳房再建手術の中断を余儀なくされるなどの影響が出た。ありがとうございます。